おや？場所が変わったようです。ただ、浜辺に戻ったわけではなさそうですね。ここって、モンドの家みたいだな。ごきげんよう。いとたおとき、断罪の皇后よ。愛しいエミちゃん、ステーキと漁師トーストを作ったわよ。さ、温かいうちに食べましょう。あは、母上。あらら、私ったらうっかりしてたわ。断罪の皇女よ。何時は気づいていたか。今は昼下の時であることを。ええ、もちろんよ、母上。ああ、窓からの眺めがなんと美しいことか。皇女に皇后よ、断罪の皇帝であるよと共に野賀家に興じようではないか。景色を楽しみ、天から賜りし美味を満喫しよう。ええ、喜んで。ああ。その、みんな何か言いたいことはあるだろうけどさ。単刀直入に聞くけど、エミちゃんって、フィッシュルの本名か？だろうな。それから、さっき聞こえた二つの声は、フィッシュルのお父さんとお母さんだと思うぞ。どうして私を見るんですか？失礼かもしれぬが、その、メギストスとは、本当にお主の名字でござるか？まったく、私を馬鹿にしないでください。先生術師である私のフルネームは、アストローギスト・モナメギストスで間違いありません。すまぬ。長いな！この名を持つことができるのは、天才だけなんですよ。どういう理屈だよ。それより先ほどのあれ、どう思いますか？一つ確信したのは、本を閉じることも、元凶に変化をもたらす一種の方法なのでござろう。でも、フィッシュルの家族まで彼女に付き合ってあげてるなんて、すごいな。いつもあの調子だったわけではないと思いますよ。あの声の感じからして、多分幼少期の思い出かと。大きくなってからも同じかどうかはわかりません。モナはよく知ってるな。友達なんだから、これぐらい当然のことです。フィッシュルは今、どこにいるんでしょう。先ほどの話では出かけると言っていた。様子を見に行ってみるでござるよ。何か手がかりが見つかるやもしれぬ。です。まるで先生術の教本を買った後に偽物だと気づいた時や、夕食の途中で財布を忘れたことに気づいた時みたいです。もやもやします。二人ともかなりショックを受けてるみたいだな。かくいう拙者も読んでいた本が打ち切りになるのは好まぬ。そりゃ誰だって嫌だろう。みんなもう一回元凶の中に入ってみようぜ。おう、それもそうだな。すぐ出発しよう。ん？何も起こらぬな。場所もそのままでござる。あれ、さっきまで入れたのにどうして入れてくれないんだ？どういうことですか。せっかくあそこまで読んだのに意地が悪いにも程があります。ふむ、もしかするとこの本はもう最後まで読み終わったのやもしれぬ。元凶から離れる前、
最後のページをめくったであろう。拙者が思うに、この聖国の詠唱は一冊で完結しないのではないだろうか。まるで安っぽい娯楽小説みたいな売り方だな。続きは下巻を買ってくれってことか。何が何でも結末が見たくなってきました。ふむ、結末か。みんなその続きが気になってるみたいだ。あ、そこにいるのは誰です？おっと、まずい。僕を見てるな。姿勢を正さないと。あなた。僕は道を聞かれるのが好きなアーノルドだ。その名前、役割が丸分かりだな。ではアーノルド、あなたに聞きたいのですが。アーノルドじゃない、道を聞かれるのが好きなアーノルドだ。道を聞かれるのが好きなアーノルド、聞きたいことがあるのですが。何でしょう、お嬢さん。聖国の詠唱の続きを知っていますか？どこにあるのでしょう？それなら僕に聞いて正解だ。聖国の詠唱は雄夜浄土の聖典であり、3巻まである。残り2冊は王城にある2つの高きところに隠されてるんだ。もし第2巻を探すのなら、高い塔の上まで行かなければならない。高い塔って、あの塔のことですか？そう、あの塔に聖典が保管されてる。向こうの洞窟をよく調べれば、あそこへと通ずる秘密の近道が見つかるだろう。ありがとうございます、アーノルド。アーノルドじゃない。道を聞かれるのが好きなアーノルドだ。美しきお嬢さん、他に聞くことはないかな。彼女がいるかどうか、給料をいくらもらってるか。ありませんね、さようなら。あの夜ガラスは放っておきましょう。向こうの洞窟にある秘密の近道を使えば塔の上へ行けるようです。早速行ってみましょう。ああ、お嬢さん、本当に僕に興味がないと？君があまりに美しいから夕夜浄土の秘密を教えたというのに。あんまりじゃないか、お嬢さん。見切りました。稲光、すなわち永遠な風の神、我らを導きたまえ。いざ勝負せよ。天道万象、難攻不落。次の仕事は？いざ勝負！嬉しいですね。Thank you.
待て！お前ら何者だ？その様子、雄夜浄土の進化ではないな。いえ、何しに来た？まさか守衛がいるなんて。え、何をするつもりだ？殿下の進化だと？それを証明できるのか？まったく。そのような横柄な質問をしてくるとは、あなたたちの視野の狭さを証明しているようなものです。我が民に自由を与え、古き法則にとらわれぬように。それは、雄夜浄土の合言葉。本当に殿下の進化だったのか。なんてことを。皆さん、失礼なことを申してしまい、すみません。ほら、もう下がったらどうだ。ええ。今すぐ姿を消します。よし、行ったな。これが聖国の栄章第2巻でござるな。皆の者、準備はできておるか？おう、出発